好戦的な発言を繰り返すいわゆる戦狼外交で知られる中国外務省の報道官趙立堅氏が国境や海洋事務を担当する部署に異動したことが明らかになりました。中国外務省のホームページによりますと、2020年から報道官を務めていた趙立堅副局長が9日までに国境海洋事務局副局長に異動しました。国境海洋事務局は中国と周辺国との国境線や海上境界線の確定などの交渉に携わる部署で、報道局と同じく副局長のポストに就くということです。趙氏は外交問題などについて、強硬で好戦的な発言を繰り返す戦狼外交を代表する報道官として知られていました。